PowerPoint でハガキを作成して印刷する方法をご紹介します。新規作成のスライドのサイズは16対9に設定されていますので、ポスターやハガキを作成する場合は、初めに用紙サイズを設定します。今回は、ハガキを作成して印刷するときの設定を例にご説明します。 デザインタブを選択してスライドのサイズをクリックしましょうユーザー設定のスライドのサイズをクリックしてダイアログボックスを表示しましょうスライドのサイズ指定を展開してハガキ 100×148 にしましょうそうしますと幅と高さの数値がハガキサイズでないことがわかります実際の数値を入力しましょう OK、をククリッししましょう。こちらはまだ何も配置していませんので最大化でもサイズに合わせて調整でもどちらでも構いません次は印刷の設定ですこのようにはがきサイズで数枚のスライドを作成して2枚目を印刷したいとします はしばしがわかりやすいように、写真を載せたハガキを印刷プレビューで見てみましょう。紙片に余白が確認できます。プリンタのプロパティをクリックしましょう。用紙サイズ、A4 になっているところをハガキにしましょう。縁なしにチェックを入れましょう。対応していないプリンタもあると思いますので、そのあたりはご確認ください。 OK をククリッししましょうプレビューが縁なし印刷に対応しました設定では「すべてのスライドを印刷」というふうに表示されていますけれどもこちらを「現在のスライドを印刷」に変えましょう右下で確認しましょうここまで設定しましたら「印刷」ボタンを押しましょう 今回はパワーポイントでハガキを作成する過程でスライドのサイズ指定と印刷の設定をご紹介しました。